カキンゲームズ。ハロー YouTube。 ヒカキンゲームズ with Google プレイへようこそ。どうもヒカキンと PDS 株式会社とセイケンとマスオです。もう誰が何だかよく分かんなくなってるね。はい、ということで今日はこちら、樹海の海植物。おお、よく読みます。極みに行きたいと思います。じゃあ行きますよ。はい、極み、使えるんですか。よし、さあ合言葉は111や。カモン。そうか、無課金。チーム名とか決めたいね、この。ああ、いいね。おで、HM なんかね、このサングラス怪しいよね。怪しい怪しい。 HMSP だから、なんだろう、それ順番入れ替えればいい組み合わせあるかもね。多分あると思う。 HHHPHP。 あ、でも P から始まる。 PH。 あ、でもダメね。でもそれじゃ PHMPSM。 PMSH。 PMS なんか分かりづらいよ。はい、行きましょう。あれ、誰か、パーソナル。あ、マスオさんだ。あれ、みんなキャラを変えることはできる。よーし、行きます、スタート。もうチーム名は結局どうでもいいって。PH。 なんだことない。いや、なんかあるような気。よし、お、やっぱりさ、ダンテこっちにしたら HP が多い。おー、うん、なんかこれ可愛い系だね、なんか敵が。可愛いキャラクター多いよね。お、このサボテンが可愛いぜ。あ、なかなか効果的。サボテンの顔好きだ。PDS 大活躍。よし、おお、あ、セイキンが効きづらいのかな、これは。あ、効きづらいの、水だから。水だから効いちゃうんですか。水がいいわけだね。よし、いけ。いや、よし、いけ。水がバカめ。そう、よー、あ、そうか、ハーレム X の X も効くんだな。レーザービームが効くんじゃない。これちょっとね、今回は勝ちたいよね、濃紺でね。濃紺で勝とう。ゴー。このステージだともうほとんど全員草。そうだね、樹海ですか。あ、樹海だからか、そういうことか。え、ハーレム X のビームって X だよね。 XX ってことは、その X から名前は。何を言ってんのか。いや、わかるわかる。ビームが X だから、ビームが X だからハーレー X なのみたいな。あ、そうなのかな。いや、わかんない。なんか強化版のやつに X ってついてる。多分そうらしい。おお、そうだね、強化版、強化版あんの最近知ったからな。そうだね、普通のハーレーっているんだよね。うん、いるいるいるね。だってダンディ使ってんのも X つくよね。あ、そうなんだ。え、それ全部進化とかじゃないよね。違う違う。でしょ。でも結構食らってっけど。いや、まあ、やばい、食らったな。いや、でも次攻撃はキノコだけだから大丈夫。じゃあもう普通に攻撃でハートでかくしたいし。よっしゃ、おいちょー、ナイス、ナイス。ハーレムマスオ、ハーレムマスオになっちゃったね。あれでもマサオさんさ、それ取るよ、ハート。ハーレム以外ない。あるけど強いんだよね。あ、よっしゃ、おー、倒した。ナイスショットでしょ今。おー、よし、キノコ倒して。キノコ、キノコ。あ、やばいやばい。大丈夫大丈夫。え、これ何竹、何キノコなんですか。知らないっす。あ、でも椎茸っぽいっすね。椎茸、これ一応これモンスターいるんでしょ、多分。これどうしよう。マスオさんのビーム当たんなそうだから、普通に、まあ普通に直で。あ、坂本さんに当てて、下に、下に V って。あ、下 V ね、オッケー。坂本 V。 ツンデレ系っすね、この子。よし、ハートでかくしてから取りたいな。あ、よし、じゃあ俺縦勘で、縦勘でいいよ、ね、そうだね。よし、はい、縦勘マスオで慣れてきた。1個でかくなるよね、ハート多分これで。武蔵は横勘だった。武蔵は横勘た。あ、これハート取っちゃっていいんじゃない。いや、まだ金まで、横勘すると、あの、倒しちゃうから。いや、そこまで。じゃあちょっと、あー、あー、倒してない、倒してない。あ、これ両方取っちゃえばいいんじゃない。よし、じゃあ取っちゃいますか。取って倒しちゃえば。おい、あ、おい、いけ、取れ。あれ、おい、ナイス。ほぼ回復、ほぼ回復、大丈夫大丈夫。すげえ、よし、いいぞ。うん、いいぞ、いいぞ。ミュージックさん順調、順調。セイキンミュージック、おお、これはクリアしたい。わぁ、どうしましょうか。もう、いけ、さっさざ。一緒に使う。やって、いや、使わなくていいんじゃない。ここは大丈夫。早いの。あ、でも使ってもいいよ、別に。早いのは取り柄ない。じゃあ使ってみよう。ボスマネーは捕まるか。 Seeking music。 Seeking music。 Oh yeah。 ダメだ、合唱。カメが死んでないんですけど。おかしい、全然当たってない。あ、でもこれも、あ、でもこれ属性は何なんだろう。まあ、闇だよ。闇っすか。闇か。まあ、普通に関係ないのか。
おー、神様すが。いやこのでっかい亀欲しいな。よし、一匹違うのいるね。そしてね、あいつがいいやつだよね。お、ね、来い来い。あーさあお、これとどめさせちゃいますね、全員。お、すげえ。さっきからずっと待ってる。いや、おい、おい、とまー、今のあれだね、ウルトいいやつ。あ、いや、いや、この闇のそんなに良くないバージョンじゃない。あ、一匹違うのいた。経験値。あ、嘘。お、なんか、やばいな、これは。フクボス、フクボスが来てるぞ。なんか、フクボスにしてはボスっぽいよ。フクボス、間抜けて、いけねえのかアンチ16バリアが5体もいるから。これきついんだよ。あ、これもう急所突っ込みで、急所突っ込みでいきます。ゴー。おー、めっちゃ食らった。みんなこれ燃えくれてた。おれ、アンチ16。あ、いいの。アンチ16、ダンテとマスオさんがいける。あ、いけるんだ。坂本さんは止まっちゃう。重力きついね。あ、でも急所いけるかも。よっしゃ、急所にぶち込みます。いきます、カモン。イエーイ。わー、なんか宝箱ゲット、ゲット。よし、セキンさんに当てて。これはもうファケオー。おー、全然食らってない。いや、全然いい。結構食らうね。なんか全員同じターンに攻撃してきたの今。嫌な攻撃だ。これはダンテにぶつけるしかないね。 P、 2P。 うん、オッケー、オッケー。これは次、もうこれも縦勘、倒せ、縦勘で倒せるね。いけ、いきます、ゴーゴー。うわ、全然怖い。さっきじゃあ本当いいとこで当たってたんだね。やばい、まだ。うわ、地味に。せー、あー、ハートが下にあるけど。よし、倒しましょう。これでボス倒したいね。武蔵の必殺技。武蔵、武蔵じゃないよ。もうさっきもいいかもしれないよ。あ、使わないって言っちゃった。え、やばい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 、ギリギリ。よし、とどめさせちゃいます。よし、オッケー。結構やばいな、みんな一致だった。あ、どっちやって、発動、ピャー。あ、あれ、あたー、やばい、やばい、やばい、意外と。あ、あ、あ、やばい、やばい。あー、使いましょう。なんか、うわー、強いね。決断力ある男は違います。さすが、もう使いました。じゃあ、使ったけばまたこうなるんだったらな。よし、任せて。 OK、 使うの。使わない、はなくていい。もうそれだね。ハーレムマスオとか、ダンテのハーレムに僕に当ててくれたら噴火しますんで。よし、マスオ、どうだ。いけ、マスオは 4P だ。 4P か、カモン。いけ、キャッター、キャッター。よし、大丈夫、次のターンで倒せる。全然食らわないね。大丈夫、大丈夫。次のターンで。あ、これいける。セイキンさんに当てて急所狙うみたいな。おーい、キンキン。これは勝つからな、絶対。そうだよ、もう使っちゃダメだよ。もう使わないよ。もう使っちゃダメだよ。ハーレムさんにアンチ重量、あ、ブース取ってほしいな。あ、今取っちゃった。よし、よし、いや、なかなか、お、いいね、アンチ重量。あ、早かった。おーい、おーい、おい、おい、ほとんど、あとこいつ倒せば。お前が、お前が、大丈夫、こんくらい回復するから。あ、これダンテにぶつ、左にカンカンってダンテにぶつければ両方死ぬかもしれないね。この間入れて、まあでも属性があれだけど、ぶつけてくれ。よし、よし、このターンで倒せば食らわずに。あのハートもある。ハートも取っちゃっての。よし、ゴーイ、シャッ、やっぱり欲しい。あれ、うまそう。さあ、ボスでしょう。あれ、え、まだだ、まだ途中で。俺ら長い。お、また福ボス。ダンテみたいなの出てきたよ。マッチョだ。いやいやいや、よーし、じゃあハーレムマスオとかこっちに当てる。いやー、この時右上のやつもしかしたらダメージオールかもしれない。かもしんないね。ジュピター大活躍だ、ここ。そうだね、意外と水が出てきてたね。おーっと、なんかみんな硬いね、ここも。ね、さすが極だ。あー、やっぱりそうだ。これ坂本さん強いぞ。坂本さん、あの壁ぶつかって大丈夫だから。おお。あ、ハーレムマスオに当てて。ハーレムマスオね。うん、右、カモン、カモン、カモン。うわー、当たってない。あと1ターン。次がマスオか。どうしよっかな。うん、セキンさんに当てちゃおう。それもありかもね。セキンさん、セキンミュージー、抜け、止めろ。やっぱ3本出るってすごいな。お、またダメージボールが。じゃあ、僕は
ハーレムダンテで攻撃アップで、ハーレムダンテで、おーうまい、攻撃アップしもんだったね。よし、じゃあ、あー熱い、地味にいくな、俺はセイキンミュージックさんに当てていけ、セイキンミュージックさん、いやーいいぞ、全然狙ってないぞ、だもん炎だからだね、これおーラッキー、ラッキーラッキー、またダメージオールが出てきた、ハート取んないように、うん、ダンテとかの方に、じゃあダメージウォールも倒しちゃえ、これで、いいよし、ベリーグー、さすがベリーグ、ベリーグ、セキュミュージック、でこれはもう下向けでちょっといっちゃうね、よっしゃー、いけるんじゃないですか、これは攻撃アップしてくれる、いやー、でもこいつ強くない、うん、硬い、全然食らわない、多分うわーやべ、そうだ、弱点がいないからね、全然攻撃アップで、よしいいんじゃないですか、あ、じゃあこれ、あ、でもこれでぶつけた方が多分いい、おいあーちょっぱい、あーでも結構強いねこいつは、強い、仕方ない、だいぶ強い、行くぜ、お、全員いいかもしれない、使っても、よし、ドライク、うわ来い、バッチョっぽい、よしよしよし、やっとこれで半分ぐらい減ったね、うん、強いな、これでも半分だよ、中ボスでしょ、8、こいつガチャとかで出るやつだよ、え、これ出る、出る出る、はい、マスオカカモン、あ、ガチャ、ガチャだっけ、あーレゴガーちょっとこの辺からガーッ、いやいや、したことないから、うわー、この辺の上に、うわー、よし、上のやつ倒した、よし、こっちってタヌキなんですか、これタヌキっぽいけど、犬なのかな、犬、なんかよくわかんない、犬っぽい、よーし、で、これでダンテに渡って、くれろ、おーい、ナイスショット、すごい、サングラス軍団、あ、外してる、もうね、全然見えないんで、サングラス軍団、暗いか、あ、じゃあこういくわ、ビームで、ほら、お、はい、もう倒せそうだね、うん、倒せそう、倒せそう、いくぜ、いけいけ、マサオくんに当てて、うわ、しょうがない、いいぞ、これが怖い、あ、ハート出た、あ、これはじゃあ育てたいね、縦缶とかで、うん、多分倒せないから、いけるくらいでいいのかな、いけ、よしよし、ナイス、おお、1ミリくらい減った、やばい、怖い、これが、やばいね、これは次来るよ、いや、回復、次だね、これ倒しちゃっていいじゃない、行こう、回復して倒そう、おお、さすが、うお、さすが、次進んでね、19ターン激やで、これは強いやつだ、長いね、長い時点で強いってことだね、うわ、すげえ悪そう、こっから坂本さんがもうね、大活躍、ダンテにぶつける、お、縦に出るでしょ、相手草属性だから、そう、2人とも火だ、おお、おお、食らう食らう食らう、まあ食らう、アンチ重力いなかったらもう使いたいな、ストライクショット、あー倒しちゃうってことか、あ、でも結構普通に食らうよ、いやでも最初だからな、そうね、次くらいから食らわなくなって、うわ、セイキンさん、ヒードクリアしないましょう、焦げるからね、セイキンも焦げるからな、あー、ダメなとこにいるね、どうする、セイキンさん、セイキンミュージック、お、いや、わー、まあまあ、今よかった、おー、あー、これは、いたんだったら耐えられるかな、セイキンさんに当てて、いや、これ、なんか、一発で死にそうな予感がして、回復した方がいい、回復取れたら、でも回復、入れないっしょ、あっち、いけない、そっちでいいと思う、こっちしかない、いや、すごい、うわー、おー、ナイス、おー、すごい、しょうもないし、これが超強い、これで、あ、これ倒せるかもしれない、早くなります、ほら、おー、ほい、あ、焦げちゃった、倒してくれ、よーし、あー、やべえ、強えぞ、結構強え、これ使ってった方がいいのかな、じゃあ、セイキンさんに当てる、あ、ちょっとやばいかな、やばいかな、やばいかな、やばい、やめて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 、あ、もう使っちゃうんじゃ、手取る、早くして取っちゃえば、一冊当たる、それしかないっす、うまくうまくしたんじゃん、もう、セキュー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 、俺か、よし倒すぞ、ほら、暗黒騎士ダンテも回復、よし、これでこれが、あれ、あ、よっしゃ、食らわなかった、いいよ、倒しちゃって、
よし倒した。オッケー。あと2回かボスでも。2回スピードクリアいけんじゃないですかこれ。アンチ重力くんな。あと10段。アンチ重力くんな。うわー、でっけー。僕は大丈夫でございます。これはもうダンテと坂本さんとかに当てた方がいいかな。ダンテと坂本さん、うん、もうどうせGGGってなっちゃうから。正金ミュージック。素晴らしい、両方当たった、ナイス。これお、ハーレムマスはもう、ハーレムマスはもうこれ必殺技。それでそこ、あそこ当てれば一撃でいけるかもしれない、ね、え、使っちゃう。使っちゃってもいい気がするよ。必殺技うん使っちゃいます。なんかあんまで最初当たんないから怖いんだけど。え、いきます。え、あ、一件一件マルコケ。あほぼ当たってるよ今。超グッド超グッド。おいいね、これ勝てる勝てる勝てる。どうしよう、ハーレムマスを当てる。いきます。ハード取りたくないからこのくらい。ほらゴーン。あーくそ、アンチ重力やっぱダメだ。あ、でもよけたぞ今。おっ、ハードが下がってくれれば任せろ。だってやこっちが任せろ。よし出していけるぞ。ロッケー、ロッケー、ロッケー。おやー大丈夫か。おぉ、お、ハートが出てる。マスオに当てれば多分倒せる。ニョンピーね、マスオに当てます。ピカモン、マスオにガーゴー。よし、もういけ、よしいけるぞこれ。スピードクリア。待って、一旦あるから黄色にしたい。上のあれ黄色にしたいから。縦缶とかで。じゃあ縦缶でも結構いるからね、倒しさなきゃ。取んなければね。じゃあこれ、いや、それはそれでいい。よし、ゴー。おい、いいね、ナイスナイス。大丈夫か、キンキン。わけーうわーやったー。だからね、もう絶対に使わない。じゃあこれでもう使わない。いや、オッケーっす。もう使うことにした。あー、よっしゃー。これでもう初めて勝つんじゃないですか、曲で。ん、そうだっけ。チームで一回も勝ったことないような気がする。いや、多分コンティニューしては勝ってる。そうだもん、勝ってる。ダンでした。お、俺か、行くぜ。あー、やっぱ回復だったかな。難しい判断だし。おー、おーい、よし、もう倒しちゃっていいよ。あ、でも、ダンテにぶつけた方がいい。ダンテし、ダンテし、ダンコッキシ、ダンし。やべ、うわー、よし。これでじゃあ次ハート取って、マスオさんでハート取って、マスオが倒すと。そうだね、ハート取りつつ。そうだね、いきます。よし、マスオミューティー、マスオミューティー。よーし、ここで、あ、これはもう、え、あ、ほんとだ。これで全員溜まってるから。そうで、最後の回ってアンチ重力とかないような時あるよね。うん、くんな。おー、ボスにはない。ストライクショットの連発だ。これダメージオールが2体いるっていう状態だね。アンコプシラッテ、いくぜー。急所狙った方がよくない。あ、どこだ。右右右、よし、よし、いけー。ストライクショット、ちょっぽー。あー、すごい、強い、強い。もう、使っちゃうしかないよね、これ。どっちにせよ、これ止まっちゃうから、どうせ。横缶、あ、横缶、あ、でも横缶、上缶ね。あ、でも横缶、もう、すぐにね。もう、いっちゃう、ひたかん、ひかかん。うわぁ、悪うない、悪うない。おぉ、強いよ。これは、いや、強いよ、勝てる。あ、やばい、これマスオ、そこに潜り込ませるしかない。これ、下に弾かないかな。下に弾いたら、おぉ、やばいね。やばい、上、上、上に行って。で、上に行って、斜め上で、ちょっと斜め上で。いやぁ、いける、いける、行こう、死病死状。ハーレムさんが動けるんで、これでいきます。いきます。あっ、頼みます。ちょっと、いけー。あー、なりだっしょー。コンティニュー、カーティ使って。もうだってここまで使ったら今度負けたくないもん。よし、確かに。暗黒士も横カンカンで。ダンテミューゼック行くぜ。もう絶対使う、もう絶対使わないから。ダンテミューゼック、ダンテミューゼック、ボーイヤー。全然食らわねえ。すげえこいつ。こんな強かったんだこいつ。丸焦げした方がよかった。もうこれ、ダンテとかにハーレムさんにぶつけて。とりあえず周りの、よし、
行け、ミュージック、行け、うわ、やべえ、これ、これ惨敗だな、やばいわ。え、これ当てれないよね。いや、もう一回回した方がいい。うん、そうだね、ちょっと斜め。いや、これでもそれは跳ね返ってきちゃいそうじゃない。ここで、これ右に行っちゃうんじゃない。ステイする、ステイしようか。いや、いける、マサオならいける。でもマサオの、いや、それは危険。早く今の、またね。いやー、こいつらに当てるぜ。カモン、頼むぜ、行ってくれ。やべー、でも全然食らわねえ、こいつ。やべー、強い。早く使いたい、ストライクショット。いや、ハーデムにかかってる。あ、俺だ。あ、壁気をつけてね。オッケーっす。よし、うわー、やった、ダメージボールがなかった。ダメージショット。ほんだ、これでもう、そう、これでダメージボール独断症だ。よし、セイキンは非常に残念な位置に出ちゃってるな。マスオに当てれるように頑張って。カモン、大丈夫。左にカンってやって、上に、難しくない。マサオ TV に、うん、カモン。いや、それ上向きすぎでしょ、完全に。オッケー、オッケー、できて、オッケー、どこに行ってきた。これも、よし、これちょっと壁にぶつけてからこういけるよね。え、普通に、あー、そういう感じ。場所がちょっと口の方だから。じゃあこれでいきます。いけ、頑張って。マサオミュージック、いくよ。はい、グーー、マサオミュージック。あー、熱いとこ。いや、でもいいとこだよ。うわ、88番くなってる。いけ、よし、これ普通に、え、こういきます。みんなストライクショット、ダンテとハーデムで、カモン、いけ、おい！いや、これはいける。これはいける。よし、もう急所ぶつけちゃえ。いけ！おー！いや、広い、広い、広い。ちなみに、3回くらい使ってるの、これ。あっけー、これ結構使った。宝箱キャッター。強かったね。強かった。なんか見た目的にでかいだけで強くないんじゃないかと思ったけど。HP も多いし、攻撃力も。あ、お、すげえ！わ、消えた、消えた、前金の卵じゃん。みんなに貢献したんじゃね、これ。これすごい。今のでっかいやつもらえるの、うん、多分。おおわおおおおわ、すげえ。強そうには見えないけど、もらえた。で、これスーパーラッキーだよ。あ、やった、ランクアップした。ラッキーよ。イエーイ。ランク48か。そう、結構最近曜日ダンジョン、あ、曜日クエストひたすらやりまくってて。うえ。で、ちょっと見てみようか。強そう、どんぐらい。見よう。どんぐらい。これか、妖精キラーって何。あ、でもパワー系で、このパワーバイオパニック。あ、でも攻撃力これレベル1で進化してないのに強いね。うん、うん、バイオパニック、触れた最初の敵をランダし、バイオレーザーで追い打ち、パーティカルレーザー M、 上下2方向。あ、でもなんか結構普通に、うん、普通に普通だね。いや、でも使い道が、うん、まあそうだね。使ってる人とかにも使うのかもしれないし。あ、そうだね。うん、もうでも、あ、頑張って勝ってよかったな。いや、よかった、よかった。いや、強かった。いやー、強いね。はい、というわけで、改めて極みの強さ、現実の厳しさを知った回でした。ご視聴ありがとうございました。ヒカキンゲームズチャンネル、まだチャンネル登録お済みでないという方、ぜひぜひ登録よろしくお願いします。今スマートフォンからご覧の方は、この動画画面の下の方に見えるチャンネル登録ボタンを押すと登録できます。 PC タブレットからご覧の方は、動画画面内のこちらに見える登録ボタンを押すと登録できますので、よろしければ登録お願いします。その他、私ヒカキンの Twitter アカウントに、 LINE 公式アカウント、オフィシャルブログの URL も、この動画の概要欄に載せておきますので、そちらもよろしければ、友達登録、フォローなどお願いします。それではまたね、次回マインクラフトポケットエディションサバイバル、ちょっとハラハラしながら作っていきます。バイ。